ジョン・スノーが1854年にまとめた、ブロード・ストリートのこれらの大発生における死者、発生地の分布図主題図とは、特定の地理的事象に関係する情報を表示し、伝達する地図のことである。土地利用図、土地条件図、地質図、海図、人口図などが、その一例であり、特定の事象を強調しない、一般図と区別される。主題図は主に定性的地図と、 定量的地図に二分することができる。この分類は地図表現の立場から行われたものである。1977年のブラジルの土地利用図定性的地図は非数量的データを対象とし分布や拡散の程度を表現する。具体例として土地利用図や文化地図が挙げられる。定量的地図は数量的データを地図化したものであり、統計的地図や 階級区分図とも言う。定量的地図は絶対図と相対図に分類することができる。絶対図は絶対数のデータを円の大きさなどで表現した地図のことである。相対図は単一域面積での比率を表示する主題図のほか、他にも100分率で表されるデータを表示する主題図の2つがある。主題図を表現する上で使用する記号は点、線。 面の三つに分類することができる。点的な地理的事象は、ドットなどの点記号で表現される。同様に、線的な地理的事象は、線記号、面的な地理的事象は、面記号で表現される。点記号では点の大きさや重点度などによる順序付けがなされることもあれば、それとは別に、地図記号や円や三角形などの幾何記号も使用される。 点データを対象とする場合は点データ地図、線データを対象とする場合は、線データ地図、面データを対象とする場合は面データ地図の主題図となる。ただし、ドットマップや統治線図のように点データを面データ地図として表現したり、メッシュマップのように面データを点データ地図に変換したりするなど、地図化の方法により点データ、面データ、線データの中で変化することもある。また、 主題図での表現対象となる地理的事象は、名目尺度、順序尺度、感覚尺度、比率尺度の4種類に分類され、それらが記号化される。名目尺度は、定性的な尺度であり、都市の分類が、その一例である。順序尺度は、好き嫌いや利用頻度など、代償関係を持つ尺度である。感覚尺度は、測定値の差をもって比較できる、尺度であり、 各地域での気温がその一例である。比率尺度は測定値の比率で比較できる尺度のことであり、人口がその一例である。主題図では円の代償として表現される。主題図は一般図をベースマップとした上で作られる。主題図を用いて地理的地象を表現するときは、定性的データは記号の形や模様で、定量的データは 絶対図の場合は、図形の大きさ、相対図の場合は、順序尺度や、濃淡などで示す。主題図は、グラフィックソフトウェア、地理情報システム、カナダドルなどを利用し、パーソナルコンピュータを使用して作成することもできる。量的な主題図の一例として、カンノでは、ドットマップ、図形表現図、流線図、統治線図、階級区分図、カルトグラムが例示されている。 2012年のアメリカ合衆国入りの異衆における小麦の収穫量のドットマップドットマップは、荘園の疎密で地理的事象の分布を表現する主題図である。なお、ドットマップの作成時にはドット一つが示す値、ドットの大きさ、ドットを描く場所について慎重な考慮が求められる。2019年7月に Wikipedia 日本語版で作成された。 都道府県別新着記事数図形表現図は、特定地域のデータを図形で表現し、事象の相対的な代償を表現する主題図である。この図により、人口や農産物の生産量などを表示することができる。棒で表現するときは、データの値に比例するように棒の長さが決定される。円で表現するときは、データの値が円の面積に比例するように表示される。 この方法は地域差の大きい事象の表現に適している。玉で表現するときはデータの値が9の体積に比例するように表示される。このほかデータの値をデータが指す事物で表現することもある。2011年のアメリカ合衆国の主要15貿易相手国との輸出入金額流線図は地理的事象の移動の向きと大きさを表現する主題図であり、 流動量の表現で多用される。流線の幅や色の違いで流動量の代償が表現される。1979年7月24日から27日のアメリカ合衆国テキサス州、ルイジアナ州西部における統合水量線図統治線図は値が等しい地点の集合の線を用いることで連続する地理的事象の分布を表現する主題図である。 東温線図や等高水量線図なども、当地線図の一つである。当地線図は、少数のデータをもとに、調査地点に限らず任意の地点のデータを把握する、ことが可能な地図であるとともに、当該データ以外の情報も読解、予測可能であることが、中村では言及されている。2017年のアジアの国々の人間開発指数、階級区分図は、単位地区ごとに統計値を表示する。 主題図のことである。ここで使用される統計値は面積の代償による影響を排除するために相対的統計値であることが求められる。作図自体は簡単に行えるものの単一域内での事象の分布差が表現できないこと、連続的なデータであっても単一域の境界で値が大きく変化するように表現されることなどの問題もある。 2009年のドイツの人口のカルトグラムカルトグラムは単位地区の形や大きさを統計値に基づいて変形させた主題図のことである。視覚性に富み統計値の大小の把握の上では有用な主題図ではあるが単位地区の形状を把握していない場合に地理的事象の理解が困難になったり統計値の大小の幅が大きい場合に作図が難しくなったりする。ありがとうございます。